はいどうも、ショイTVです。はい、本日はですね、グラウンド来てるんですけど、まだちょっと選手が、まだ来てないので、まあ個人的に撮影をしていこうと思うんですけど、まあ今日試合なんですけど、試合に来たらまずやるのは、まあ早めに、例えば集合時間が10時だったら、まあ9時半とか9時40分ぐらいにはもう来て、早めに来て準備をします。で、基本的にまあただ野球やるだけじゃなくて、まあカメラを用意したり、まあいろいろこう着替えたりとかするんで、まあ早めに、だいたい11時試合開始で、多分10時ぐらい集合で、みんなこうダラダラして着替えたりしてって感じなんで、準備がちょっと遅くなっちゃうんで、早めに来て準備を済まして、10時からアップできるように準備してます。で、集合が10時ぐらいなんですけど、もう10時過ぎてまして、まだ何人かしか来てないんで、まだ待ちかなって感じです。で、あと1時間後にはもう試合が始まる感じなんで、準備をしていくんですけど、まず一番やんなきゃいけないのはやっぱストレッチですね。個人的に足、太ももからふくらはぎから前のハムだったりね、やるんですけど、肩周りとこのねじれとか、捻転っていうんですけど、捻転の方向をしっかりやってったり、あとお尻伸ばしたいんで、お尻伸ばすときってこうやって足をこう組んだ状態で固定して前にこう出ると、こっちだったら右のケツが伸びます。で、こっちが組んで前倒すと左のケツが伸びるんで、これは結構椅子座んなくても、座った状態で、あぐらかいた状態、座った状態でできます。はい、地面にね、地面に座った状態でできます。で、これ結構やってて、これ結構やった方がいいと思います。で、なんだかんだやっぱ肩が痛いっていうのもあるんで、まあ肩周りをまあほぐしたいんですけど、実際聞くことによると、肩痛はなんかまずはこう足から直すとか言うんで、ちょっと足をね、重点的にこうほぐしていってやっていくんですけど、僕の場合いろんなやり方があって、まずこの親指の部分でこう実際にこう押して、序盤にこう押していくんですけど、それもあるし、この親指のこの曲げたところ、ここを使って、ここね、を使って押すと、多分指で押すよりかちょっと強い力で押せるんで、こうグイ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 こう押してほぐしていきます。はい、あとはもうどうしてももっとこう強く押してなと思ったら、もう肘のここ出っ張りでこうやって押します。こうやってグラグラグラとやってってほぐしていきます。はい、この3つですね、基本的に3つぐらいはやってます。はい、で、これをずっとやっていくと、もうほぐれていって、まあ、動きが良くなるんで、試合前とか家でこう編集が終わって、風呂入ってとか入った後とかね、結構やってます。走るおチャンネルのおいくんの場合は、なんかあの肩周りはあんまやってないです。下半身の伸ばしはすごいやってるらしいんですけど、まあ、次彼もね、肩が痛いってことでストレッチやってんのって聞いたら、下半身の方はやってると。で、上はちょっとよく分かんなくてあまりやってないって言ってます。で、それももしかしたら肩痛の原因ではあると思うんですけど、まあ、しっかりこう足の方をほぐしてるんであれば、まあ、まだマシですよね。はい、で、やっぱりあの草野球人って体をこうなんだろう、伸ばさなくなることが結構多いと思うんですよ。僕はやっぱ草野球もう何でもやってますけど、まあ見てると集合時間ギリギリにこう来て、さあこれからみんなでアップかなと思ったら、こうなんかもうベンチ前でこうキャッチボールをしたり、ちょっとキャッチボールしようぜっつってこう外野に行ってこうキャッチボールしたりとか、体操とかなしで、まあ実際なんか家で体操を先に終わらせてるのかもわからんですけど、僕が見る限りはなんかやってないで、やらずにそのままもうキャッチボール入ってノックやってっていう感じなんで、やっぱ怪我しますよね、それはね。はい、怪我するかなというふうに思います。なんでやっぱ、なんていうんですかね、試合前、まあ、プロとか BC リーグとか見てますけど、例えば試合が13時だったら、5時間前の8時過ぎぐらいはもう来てアップしてるんですよ、しっかり。で、まあ、アップして、まあ、ミーティングとかして、まあ、ちょっとこうみんなでこうトレーニングしたりとか、ストレッチの時間結構長かったりして、そこからか個人練習とかに入って、で、相手チームの練習になるんで、ちょっとそこで飯休憩とか挟んだりとかして、最後流しでこう体操とかアップとかやってからの試合に挑むんですよ。なんでやっぱり草野球人ってやっぱその体操とかアップとかすごい短いと思うんで、怪我のリスクは高いのかなと思います。草野球なんで、あのグラウンドを取れる時間とかね、あると思うんで、その辺すごい難しいと思うんですけど、まあこの30分アップをしない30分をキャッチボールとかに使っちゃうと、後々ね、後々怪我をして長時間の戦線離脱になってしまうと思うんで、野球やる1日のうちの30分ぐらいはちょっとこうストレッチとか体をこう伸ばす時間とかにした方が、後々の治療の時間とか考えると無駄な時間かけなくて済むかなっていうふうに思います。それはあのもう今年30になって12年前ぐらいから草野球やってますけど、個人的に思ったことですね。やっぱこう昔はやっぱ体がすごく動いたんで、結構ノーアップでやっちゃったりしてたんですけど、結果何年か後にこうガタが来て怪我をして好きな野球ができなくなると、まあ、やってますけど、まあ、万全に
ブイブイ投げてた時のあの時代にはもう戻れないと思ってるんで、あの頃しっかりストレッチとか体操とかしっかりやってから挑めばよかったなとちょっと後悔してます。はい、今見てるあの僕より年上の方多かったり、僕と同い年とかちょっと下とかいると思うんですけど、まあ、若い人はもうぜひとも今後の野球人生に関わってくると思うんで、あのストレッチとかねしっかりこう体操とかした状態であの草野球に挑んでほしいなとすごい思います。あの本当に大好きな野球が何かしらこうみんなね怪我をこう背負った状態でやることになっちゃうと思うんで、やっぱこうグラウンド見回してるとやっぱり野球好きな方がたくさんねやってますんで、みんなちょっとのほんと30分の時間でもストレッチの時間にしていただいて、で今後の野球人生、長い野球人生、楽しい野球人生にしてほしいなと思います。で今回は翔平 TV 怪我をしたせいで万全に野球できないということで、動画を通じてねまだ怪我をしてない方に伝えたい、怪我をしちゃってる方にも伝えたい、そういうお話でした。ストレッチはねほんと大事だと思いましたんで、ほんと痛感したんで、はい、ぜひともやってください。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼント企画開始しまーす。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントというだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればはいいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。